こんにちは。今日は私が普段使っているマザーズバッグの中身をご紹介します。息子はもうすぐ3ヶ月になるんですけれども、もうちょこちょこ、お散歩したりとか買い物行ったりとかしています。そんなに長い時間ではないんですが、1時間ぐらいとかが多いですね。でまあ長くて3時間くらいとかのお出かけはしているので、それに必要なものを入れています。バッグはこれです。エルベシャプリエ。これはもう入院バッグとしても使ってますし、本当に買ってよかったなと思いますね。軽いし薄いし丈夫だし、でもうとにかくたくさん入る、こんな感じで。で中に何が入ってるかこう一目でわかるんですよね。まあ、仕切りとかそれポケットとかは全くないんで、それが必要な方はちょっと違うかもしれないですが、私はかなり愛用してます。でまずはおむつポーチ。これは何かでもらったやつですね。あ、とつき10日っていうあのアプリがあるんですが、妊娠中に使っていたアプリで、で確か応募者全員プレゼントだったと思います。この防水加工しているおむつポーチの中に、今はまあお出かけする時間が短いので2枚ですね。おむつ2枚、それからこれお尻拭きシートに、これは100均で買ったのかな、100均で買ったこの蓋をつけています。それからおむつ替えシート、これ使い捨てのものです。あとガーゼ1枚とビニール袋。おむつを入れる袋なんですけれども、この匂わない袋っていうのをね買ってたんですよ。でこれぐらいの筒になっていて、で中にあのたくさん入っているものを買ってたんですけど、そんなにねおむつバンバン買えないし、一回も買えないことの方が多いぐらいだから、だからちょっとそれ自体を持つのが重くなっちゃって、でこのもう普通のビニール袋を持つようになりました。結局ね軽い方がいいなと思って今のところこれになってます。それからブランケットですね。おくるみ、ガーゼタイプの軽いもので、母子手帳、これ必ず持ち歩いてます。それから授乳ケープ。授乳ケープはいろいろ迷ったんですけど、楽天かなで探して、で結構安かった1300円ぐらいだったと思いますね。もうこれガーゼ生地のもので、でここにワイヤーが入ってるのにしました。こうスポッとかぶって、でこうワイヤーがしっかり入ってるので、まあ、中を見られるように。ちょっとまだねあの私も授乳そんな慣れてないので、しっかり見てやりたいなと思ってこのワイヤー入りで探しました。それからこのポーチには、着替えですね。替えの着替えと、でまあ何かしらに使えるかなと思って普通のビニール袋で、ガーゼは 2,3 枚入れてます。それから除菌シート、でこれは、水だけコットン、水だけでできている、まあ、洗浄面みたいな感じですね。でティッシュ、まあ、あとは絆創膏とか飴とか、まあ、ちょっと自分に必要なものも入れてます。そしてこれは哺乳瓶ですね。哺乳瓶はちょっと今これ飛び出してますけど、この液体ミルクと一緒に入れてます。うちは今混合なんですね。ミルクと、母乳と、で母乳を飲ませて足りない分だけ足すっていう感じなので、今一応このどれぐらい飲んだか分かるように哺乳瓶を持ち歩いて、まあ、ここにチャーって入れて飲ませるだけなのですごく楽なんですけど、ここにねそのまんまつけられる先の乳首の部分っていうのが売っているので、まあ、それも一応買いました。
まだうちはこれ 125mm 入ってるんですけど、この母乳飲ませてから足す分にしてはちょっと125全部っていうのは多いので、まあ、どれだけ飲んだか分かるようにこの哺乳瓶に移し替えて飲ませてます。あとはメモ帳とペン、まあ、あの保育園の見学とか行った時とかにやっぱり使いましたね。あとは自分用のタオルとかお財布、髪の毛をくくるシュッシュで、日焼け止め、もうこの辺は全部自分のものですね。まあ、抱っこ紐を持っていく時もあります。もうベビーカーに乗せてそのままっていう時は持っていかないですけど、パパが一緒にいたりして抱っこ紐の方が使いやすいっていう時があるので、その時は抱っこ紐を入れてます。今はまだ離乳食とか始まっていないのでこういう感じの持ち物なんですが、これあったらいいよっていうものがあったらぜひ教えてください。そして私もこう持ち物がいろいろ変わっていったらまたご紹介します。